今回はウォーキング50分相当と同じ効果を得られるヤジロベエの応用編を紹介していきます。たったの片足1分ずつ合計2分の T ヤジロになります。ダイエットのために歩こうかなとか歩いた方が痩せるのかなとかいろいろ考えてる方多いと思いますが、バランス取るだけでウォーキングよりしっかり筋肉って使われてるんです。今回片足でバランス取るだけ、動画を見ながら一緒にチャレンジしてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、 T ヤジロを紹介していきます。名前の通り T の字を作った状態でバランスを取るだけ。バランス取るということは傾いてしまう体を戻さなければいけない、戻して傾きすぎたらまた戻さなければいけない。意外と筋肉すごく使われてるんです。毎日50分歩くのって大変ですよね。たった2分で同じぐらいの効果が得られるんならそっちの方がいいですよね。今日今から頑張っていきましょう。今回の T 字ヤジロは前傾姿勢になるんですけども、前傾姿勢をキープするっていうのは弱い背中側全体、お尻、ももの裏の筋肉を使うことができます。通常の立ったままのヤジロベよりもより効果的なので、今までいろいろヤジロベやったよって方もね、今回のヤジロベもチャレンジしてください。それでは紹介します。はい、今回の T ヤジロは片足を後ろに上げながら、その分体を前かがみにしていきます。この状態でキープです。前かがみになるだけではなくて、できるだけ足を後ろに上げていくことによって体を前に倒さないといけない状態を作ってキープです。膝は少し曲げても伸ばしててもいいです。バランス取りやすい方でやってください。結構辛いです。途中で足ついてもいいです。1分間やり続けてください。バランス取るポイントは足の指で地面をつかむ感じ、そしてどうしても外側に力がかかってしまうんですが、内側に力をかけとく感じでキープです。あまり手でバランス取るんではなくって、足の裏をしっかり使ってバランス取ってください。それでは1分間やっていきましょう。1分間キープできた方は優秀です。チャレンジしましょう。それではいきます、スタート。これでキープ。スマホは持ってても置いててもいいです。あんまり手でバランス取らない方がいいです。結構ね、これね、辛いですよね。やばい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 。おっ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 、難しい、むずい。ああ、これ1分長い。足の裏がね、すごい疲れると思いますが、頑張ってキープです。どうですか、キープできてますか。結構ね、1分長い。足の裏がもう疲れてきた。指をね、しっかりキュッと力入れて、やばい、手を使わない、手をあんまり使わないでキープ。足の裏でバランス、あと少し、もう少し、あっ、オッケー、かあ、足が、足筋疲れる。これは足の裏と指筋が疲れる。さあ反対、頑張っていきましょう。スタート。かっ、腰が痛い、やばい、あ、タートル腰痛注意、やばい、ほほほほ。どうですか皆さん、1分長い。あ、腰が痛い、やばい、タートル腰痛注意。どうですか皆さん、1分間ちょっとね、長いけど腰痛い人無理しないでください。あー、お尻も痛い、あっ、くっ、どうですか、くっ、指力入れるとねちょっと楽になります。ダー、崩れた。皆さんどうですか、油断したら崩れた。あ、うわー、お疲れ様でした。いやー、残念なことに私1分キープできませんでした。皆さんどうでしたか。両方1分キープできたよーとかね、全然できんかったよーとかね、コメントで感想を教えてください。そしてチャレンジした方、グッドボタンお願いします。まあ私はね、できませんでした。いやー、ちょっと油断したらダメですね。もう本当に集中力がいります。
こういったね、バランス取るための筋肉、すごくね、瞬発的に筋肉が使われるんで、ウォーキング50分相当と同じ効果と言われてます。たった2分、動画を見ながら何度もやってください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。